オ関西交通情報。時刻は11時5分を回っています。ラジオ関西交通情報、ジェティックの西村さん、お願いします。はい、お伝えします。山陽道が事故のため一部通行止めになっています。山陽道は神戸方面に向かう上り線の三木小野インターと三木東インターの間が大型トラック同士の事故のため午前10時30分から通行止めになっています。名神高速は名古屋方面に向かう上り線の天ヶ崎インター付近で工事のため1キロ半の渋滞です。阪神高速の状況です。3号神戸線は須磨方面に向かう西行きが柳原を先頭に魚崎まで10キロの渋滞、芦屋から京橋まで35分かかっています。反対の神戸線の東行きは真谷を先頭に第二神明道路に伸びて13キロの渋滞、月見山から京橋まで35分かかっています。13号東大阪線の奈良方面に向かう東行きは森の宮を先頭に神戸線に伸びて5キロ、大阪港線に伸びて7キロの渋滞です。姫路バイパスと加古川バイパスの神戸方面に向かう東行きは高砂北で3キロの渋滞、第二神明道路は東行きが明石サービスエリア付近を先頭に3キロ半の渋滞です。次は1時35分頃お伝えします。以上、ジャティックの西村でした。